皆さんどうも、世界の脳器チャンネル霊夢です。バーチャル脳科のマリサだぜ。なあなあ霊夢、私たちの動画についてるコメントはちゃんと読んでるか？もちろんすべて読んでるわよ。それなら私からも、そろそろ動画にしてほしいテーマがあるんだぜ。私にも、マリサがこれから何を言おうとしているのか見当はついているわ。それはよかったぜ。じゃあそろそろマッセイ・ファーガソンの動画を作ろうか。ということで、今回は圧倒的多数のリクエストをいただいているマッセイ・ファーガソンを語ろうと思うよ。で、マッセイ・ファーガソンの何を語るんだ？まあ私も調べられる範囲でしか知識がないんだけどね。どうやらファーガソンは現在の農耕トラクターに欠かせない開発者みたいね。それはどういうことだ？農耕トラクターには3点リンクって機構があるわよね。おう、当たり前だよな。その仕組みを開発したのがマッセイ・ファーガソンの社名にも残るハリー・ファーガソン氏よ。なるほどな。ところで気になったんだが、今日に限ってやたら農耕トラクターって言うんだな。そもそもトラクターというのは、講義においては牽引車、つまりトレーラーを牽引する動力車を意味するのよ。だからいわゆるトレーラーヘッドってのもトラクターになるのよね。そういえば教習所でもそんな話を聞いたな。それで、農耕トラクターの先祖にあたる、トラクションエンジンってのも、プラウなどの作業機を牽引する車両、という存在だったわけね。もちろん今日の農耕トラクターにおいても、その役割は引き継いでいるわけだけど、牽引車に必要な要素ってなんだと思う？馬力とヒッチメンバーだな。うん、まあ、必要ね。しかしそれより、特にプラウのような作業機を地面に刺して、引きずるように引っ張る農耕トラクターで重要なのは重量よ。ふふ、韻を踏んでるんだぜ。真面目に聞きなさい。で、どうして重量がそんなに重要なんだ？牽引車の特性上、どうしてもトラクターの後ろに荷重がかかるからね。そのまま前輪が浮いて、トラクターがひっくり返るなんて事故も昔は多かったのよ。フロントにウェイトをつけたり、人を乗せたりしてるよな。ハリー・ファーガソンが開発した油圧リンクは、そのウェイトが担う役割を作業機そのものに頼るシステムね。確かに、牽引と違って油圧リンクで持ち上げた作業機の重量は、すべてトラクターにのしかかるんだぜ。まあ3点リンクという構造自体はこれ以前からあったものだけど、ハリー・ファーガソンの改良によってトラクターの安定性は飛躍的に向上したのよ。そしてもう一つ、油圧リンクに関連して、有名なのがファーガソンシステムね。いかにもなネーミングだけど、何のシステムだ？例えばプラウを引いている時に、地中の岩に当たったり土の硬さが違ったりと、作業機にかかる負荷は常に一定とは限らないよね。そうだな、でも爪を刺す深さは一定にしたいんだぜ。それを実現するのがドラフトコントロール、その中でもトップリンクセンシング方式というのが、通称ファーガソンシステムと呼ばれているものになるよ。ということは、別の方式もあるんだな。作業機にかかった負荷を、名称の通りトップリンクを通じて感知して、油圧ダンパーをコントロールするのがトップリンクセンシング。これに対してロアリンクで感知するのが、ジョンディアやフェントでよく使われているロアリンクセンシング方式と呼ばれているわ。そう聞くと、ファーガソンの1000倍特許って感じでもなさそうだな。この3つの違いは、小型向きか大型向きか、という部分が大きくて、だいたい60馬力くらいまではトップリンクセンシングが多いみたいね。それに時代性も考えると、ファーガソンシステムが開発された1940年頃は、大型トラクターも今ほど普及してなかったんじゃないかな。そこまで含めると、かゆいところに手が届く便利なシステムだったんだな。そしてそんな歴史を持つマッセイ・ファーガソンは、米国ジョージア州に本拠を置き、現在は AGCO 傘下の子会社として、各種脳器を製造開発しているわ。日本でも、遺跡のビッグ、D シリーズはマッセイ・ファーガソンが製造してるんだよな。他にもマッセイ・ファーガソンは、
同じく AGCO 参加で、近畿でもおなじみキャタピラー社によって作成された、チャレンジャートラクターのブランドでも製造しているわね。結構いろんなところに潜んでるんだぜ。マッセイ・ファーガソンとしてのラインナップは、トラクターが36馬力から最大400馬力。汎用コンバインは中型サイズのアクティバシリーズとベータシリーズ。その他には飼料作業機とテレハンドラー、プランターも製造しているわね。トラクターとコンバインは改めて紹介してほしいんだぜ。今回はマッセイ・ファーガソンの歴史的な部分をテーマに掘り下げたからね。そのあたりはまた次の機会にしようと思うよ。ということで、今回の動画はここまでね。それじゃあ次回の動画まで、ゆっくりしていってね。